ちょうど会いたいと思っていた。お帰りなさい。やっとだ。スパビン大臣は喋りすぎでな、はぐれドラゴンについて延々と語るばかりで、ゴブリンの件に全く耳を貸さん。そういえば、あの先生の留守中にいろいろあって、ブラック校長の屋敷しもべ妖精がメッセージを。スクロープが君にメッセージを？はい、妙だと思ったんですが、会いたいからトーストを持ってくるよう言われて。一体何だって船にトースト？湖底の洞窟です。そこにリチャード・ジャック・ドーのゴーストがいて。リチャード・ジャック・ドーとは一体誰だ？昔ここの生徒だった人で、秘密の洞窟のことを教えてくれました。そこに行って、ジャック・ドーの骸骨の横に行方不明のページが。ページを見つけただと？はい、ページを見つけた時、ジャック・ドーが従ってた地図に記されている場所も分かったんです。なんとホグワーツの地下にある部屋です。驚くことではないな。行くかね？その言葉を待ってました。あ、本を持っていかないと。ちなみに地図の間という部屋です。そこでパーシバル・ラッカムの肖像画が待ってます。ラッカム先生か、会うのが楽しみだ。このジャック・ドー君はどうやってページを手に入れたのだ？ビーブズが盗んだようです。それをジャック・ドーが盗んで。はあ、ビーブズね。ずっと私たちの足元にあったのか。君にも見せたかったよ。ラッカム先生、頼まれた通り本を台座に置きました。こちらは指導していただいているフィグ先生です。はじめまして、フィグ先生。君にも本を持ってこなければならん理由が分かったかね？はい、なぜこの部屋を地図の間と呼ぶのかも分かりました。ここまで来られたということは、君には並外れた魔法の力があるということだ。使い手として認められれば、君はその力と可能性を引き出せる。試練は全部で4つ。それぞれの場所が時間とともに地図に現れる。いずれも君を試すとともに価値ある知識を授けてくれる。試練には一人きりで挑まねばならない。グリンゴッツで見たペンシーブの記憶を覚えているかね？あなたたちがポートキーや古代魔術の痕跡が見えるもののために作った試練の話を。いかにも、チャールズも守護者だ。守護者とは数百年前に私たちが集めた勇士でな。知識を守ると誓い、力を尽くしてきた者たちだ。おそらく今この時のためにな。それじゃあ、遺跡からグリンゴッツへの旅も、金庫も、金書の棚も、この部屋を見つけることも、
試練じゃなかったんですか？いずれも旅の重要な部分ではあったが試練ではない。君がここまで来たという事実は良い前兆だと言えるがな。このような試練を設けたのは我々が守ってきた知識と力が間違った者の手に決して渡らぬようにするためだ。生まれ持った力と身につけた力とを試させてもらう。だがただ試すだけではない。試練の中で君の持つ力を何に使えばよいか、それが自然とわかるようになる。忍耐が肝心だ。時間はかかるが試練から多くを学びたまえ。すまんが、そんな時間の余裕はない。フィグ先生、我々は長年待ったのだ。もう少しくらい。失礼ながら、私は君の持つ秘密は知らないが、この若き友人が痕跡を見たことは知っている。ゴブリンによって使われた強力な闇の魔術の痕跡をな。グリンゴッツにある君の金庫を去る準備をした時に、強力な魔法を操るゴブリンに出会ったのだ。もはや手遅れかもしれん。聞き捨てならないな。若き友よ、フィグ先生を信頼しているかね？はい。であれば、君の確かな腕前とこれまでに成し遂げた全てを踏まえて早速始めるとしよう。下の地図で最初の試練の場所を確認したまえ。試練の場まではフィグ先生の力を借りてもいいが、試練に挑めるのは我々と同じ力を持つ君だけだ。見てみようか。その塔なら知っている。そう遠くない。その目で見たかもしれんな。見覚えがあります。若き友は意外といろいろな場所に行ってたりするんですよ。君の指導者として安全を確かめるくらいしかできない。なるべく早く来るようにな。塔のことをご存知ですよね。何か教えてくれませんか？あまり知らない。だが何度もそばを通った。場所はホグズミードの北だ。確か廃墟だったはずだ。だがその見てくれに反して何かを隠しておるということは明らかだ。できるだけ早く塔に会いに行きます。また会おう。気をつけなさい。行き先を誰にも告げないように。レベリオ、誰かいる？そうだ、乱禄の信奉者がおる。十数人は見えるが、それ以上かもしれん。姿現しで入れませんか？そうしてもよいが、塔に何があるかわからん。だがそれ以上に、あの場所におる理由を知りたい。この先で野営しておる。何かする前に少し調べた方がよいだろう。行こう。困ったな。まったくな。こっちへ。それとここで目くらまし術を使うべきだろう。到着を知らせる必要。レベリオ、静かにだぞ。身を隠し、ホタルスを追かけるのだ。よくやった。ここに何かある。解消呪文。便利だぞ。もしすぐに覚えられないなら、後で城に戻ってから練習しよう。サンバカーの塔へようこそ。どうも。
サンバカーの塔っておっしゃいました？うん、そうだ。バカー先生という守護者がいるのだ。前に会った時から君とまた再会できるだろうと思っていたのだよ。正しかったようで何よりだ。先ほどの騒音を聞くに、君がここへ来るのは簡単なことではなかったようだね。大変でした。塔の外でゴブリンに出くわして。ゴブリンたちが私の金庫のことを知っているというのは気がかりだがね。彼らがこの塔と結びつけているのであれば、私が思っていた以上に大きな問題になっているようだ。先を急ぐしかないようだな。下の階、入り口の近くだ。君が見たこともないような古代魔術の宝物庫が解除されたよ。命じれば入り口が現れる。すまないが、これ以上は言えない。フィグ先生は一緒に行けない。彼と私は地図の間で君を待とう。見たものを忘れないように。乱禄の信奉者がいかにして守護者の所有した塔を知り得たかを解明せねば。だが今はひとまずより大切なことに専念するべきだ。確か古代魔術の宝庫だったかな。そうです。ならば有能に磨きがかかっておる君に任せるとしよう。だが気をつけなさい。はい、ではまた地図の間で会いましょう。やれやれ。レベリオ。また憂いのふるいだ。周りの世界を変化させる君の力は実に素晴らしい。どうした？父が良くならないんです。兄を失った悲しみから立ち直れないのかも。愛する人が苦しむのは辛いな。ずっと前のことなのに、子供を失った苦しみが昨日のことのように蘇るみたいで。父に必要なのは柱じゃなく安らぎです。私に何かできませんか？お父さんに十分尽くしているよ。まだ足りません。苦しみを取り除いてあげたい。使いたい気持ちはわかる。君が持つ物質世界を超えた変化を起こすこの魔法をね。しかし人の感情はそれ自体が大きな力を持つ。たとえ善意あふれる有能な魔女でも、大きな感情を操作した結果どうなるかなど分かるはずもない。父さんが壊れていくのを黙って見てろと言うんですか？君が肩代わりしてはいけないんだ。毎年生徒がお茶の葉に見るもののおかしさときたら想像以上ですな。ああ、ミス・モーガナーク。いや、モーガナーク先生と呼ぶべきかな。まだちょっと慣れませんね。ルクード先生。闇の魔術に対する防衛術の教授だそうだな。誇らしいよ。さあ、座りなさい。旅の話を聞こう。よかったら、今夜は皆さんと一緒に家まで来てくれませんか？話したいことがたくさんあります。
それは楽しみだな。皆にも知らせよう。よかった。ではまた。別の記憶だ。さて、出口を探そう。結晶がもっとある。あそこから地図の間に戻れそうだ。おや、僕はホグワーツの生徒です。こちらはフィグ先生。私はチャールズ・ルックウッド教授だ。最初の試練を突破したのかね。僕です、ルックウッド先生。憂いのふるいであなたを見ました。ラッカム先生も。いかにも。で、君はラッカム先生の金庫へ行けるポートキーを見つけ、ペンシーブに浮いていたロケットの中にあった地図を読み解いたのか。はい。最後に見た憂いのふるいに何かわからないものが浮いてるのを見つけました。試練ではそれに似た異物を探すことになる。しっかりと守らねばならんぞ。我々が用意した旅を完了させるのに必要なものだからな。全てが揃ったら何をするか教えよう。わかりました。次の試練のことは何か教えていただけますか。君が先へと進む前に、私はチャールズと喫緊の問題とゴブリンについて話をしたいのだが。ゴブリンだと。ゴブリンによって使われた強力な闇の魔術の痕跡を見たのだよ。彼らは指導者のフィグ先生とサンバカーの塔近くでゴブリンと出くわしたが、それだけではないのだ。彼らはグリンゴッツにある私の金庫でもゴブリンと遭遇したのだ。詳しいことが分かるまで試練は中止すべきだな。もちろん、この件については君に従おう。さてと。待ってください。ルクートって名前、もしやビクトールと関係があるか。可能性はあるが、どうだろうな。まず憂いのふるいで何を見たのか教えてくれ。最後の憂いのふるいで出たイシドーラがホグワーツの教授になる前、ラッカム先生と苦痛を取り除く魔法の使用のことで言い争いを。次に詳しいことがわかるといいのだが、今はランロクが何を知っているか突き止めなくては。正直どこから始めればいいかわからんな。実は心当たりが。以前3本の箒でシローナがゴブリンと話してたんです。仲が良さそうでした。やる価値はあるな。調べてみなさい。もちろん勉学を忘れては。勉強ですね。はい。ああ、行く前に。先生、渦巻くような魔法の痕跡に遭遇したことはあるかね。ああ、我らの道にあったものとは別にだ。ないと思います。何なんですか。それはかつての守護者の尽力の証だ。古代魔術を制御しようとしたのだよ。私の考えが正しければ大抵正しいのだが、それを使って魔法に力を吹き込み強化することができるだろう。ありがとうございます。探してみます。その程度。ボンバーガー、レディオーソ。ヘギャット先生、お互いを粉々にしたいなら放課後にやることだね。
生徒は毎年来るが、ヘブリディーズ・ブラック種の頭蓋骨はこれだけなんだ。1878年の大密猟者狩りの押収品なんだ。聞いたことあるだろ？ん？気になるかい？こんな老婆が一体どうやってたった一人でウェールズ東部最大の密猟者集団を壊滅させたのかが。知識さ。賢人に年齢はってなきがごとし。今日学ぶのは闇の魔法使いにやられそうになった私を数えきれないほど救ってくれた呪文、レビオーソだ。レビオーソ？ただの浮遊呪文だろ。レビオーソ！敵は丸腰も同然。身を守れるかい、プルウェット？無理だろ。私が無言者として学んだことの一つはシンプルであることだ。戦いにおいて特に重要だよ。じゃあ早速実践しようじゃないか。少しずつやっていこう。レビオーソ。次は少し大きいものを試そう。まずは基礎呪文から始めるよ。人形が呪文を跳ね返しただろう。今度は先にレビオスをかけてから基礎呪文を唱えるんだ。よく覚えておくこと。今日疲れた敵は弱い。先ほどプルウェットが芸術的に実践した通りにね。レビオス、よろしい。次はよく。よろしい。決闘に勝る練習方法はないからね。まずはそこの2人、両者位置について。ホグワーツ式の歓迎だな。さて公平な決闘だよ。使うのはレビオーソ、基礎呪文プロテゴだけだ。はじめ。レビオーソプロテゴ。運なんかじゃないよ。まあね、これが初めての決闘じゃないよな。賑やかな決闘は楽しいものだ。やるね。みんながこんな風の練習なの。相手をよく見て次の動きを予測するんだ。初心者にしてはやるな。負けてなかったぞ。困らせたのによく乗り越えてみせたね。スリザリンに加点。ありがとうございます。いい実践の機会になりました。今日の出来をそのまま信じてもいいならあんたは大いに期待できるね。私は生徒に完璧を求める。全員その素質がある。だから絶対にできなきゃならない。闇の魔法使い、いやゴブリンの方が現実的か。そういった敵と戦うのは教室での決闘とは全くわけが違うんだよ。わかりました先生。だから暇を見つけて練習することだよ。ミスターサローならいいアイデアがあるかもしれないね。とにかく今日はよくやった。近いうちに追加の課題を渡すよ。さて一日の内容としては十分だ。今日はここまで。正しい呪文を知ってれば闇の魔法使いを怖がる必要なんてない。セバスチャンと決闘したんでしょ。すごいね。レベリオ。よくやった。楽しかったね。すごい決闘だったな。みんなの噂の的になるぞ。確かにいい練習だった。練習？
達人と決闘してるような気分だったぜ。新入生がこんなに杖を使えるとは思わなかった。もしかして決闘は初めてじゃなかったのか？いや、初めてだよ。コツをつかんだのかもね。とぼけるのは勝手だが、僕はバカじゃない。魔法には意志と才能が必要だ。そうだな、君なら特別な決闘組織に向いてるかもしれない。非公式のだけど。特別で非公式だって？仲間に入れてよ。よし、そう来ると思ってたよ。ホグワーツでの生活を思い切り楽しみたいなら、たまにはルールを曲げることも覚えた方がいい。秘密の決闘クラブに参加したり、図書館の禁書の棚に忍び込んだりとかな。捕まらないだけの賢さが求められることになるぞ。ありがとうセバスチャン、覚えておく。話せて楽しかったぜ。すぐにまた会えるかもな。どこか許可されてない場所で。今日の強さがただの運か実力か見せてくれよ。時計台の入り口近くでルーカン・ブラトルビーを探せ。興味があればな。じゃあまたな。ああ、決闘は得意じゃないんだ。友好的に話し合う方が好きだね。決闘で僕に勝ったのは君が初めてだ。注目しておいた方が良さそうだからね。ウィーズリー先生といえば、ずいぶん気に入られたみたいだな。そうなら良かった。僕の罰則歴を考えたら、先生が僕に何かを託すなんて驚きだけどな。よく罰を受けるんだね。経験はそれなりに豊富かな。罰則といえば、この旅で一回分逃れられたかも。それならよかった。司書のマダム・スクリブナーに追われてたんだ。いつものことだけど。そこにウィーズリー先生がやってきて、僕にはよそで用があるって説得してくれたんだ。ところで、司書を怒らせるなんて何したの？ま、意見の相違ってやつだろうな。マダムが言うには、僕は禁書の棚を見ちゃいけないそうなんだ。それには同意できなくてね。ああ、ちょっと待て。草陰炉を集めるのにいい場所だ。見た目もいいけど、煮込むと強力な魔法薬の材料になるんだ。レベリオ。おい、禁じられた森からだ。見ろ。何、どうしたの？見てみろよ、すごい眺めじゃないか。そうそう見られるもんじゃないぞ。ホグリフを見たかな？絶対に見たよ。どうせもう名前をつけた。左は禁じられた森だ。生徒は立ち入り禁止になってる。はあ、名前の通りだね。そうだ、危険すぎると思ってるのさ。もっと僕たちの身を守る能力に自信を持ってもらいたいんだけどな。ああ、この先の廃墟を越えるとホグズミードが見えるぞ。城を探検する機会はあったか？少しだけ。ものすごく広いよね。そう、僕は5年いたのにまだ表面を撫でた程度だ。見てないものも知らない場所も多い。みんなには教えないの？いつかはな。秘密を言いふらして回るわけにはいかないだろ。君もなんで決闘に強いのか教えてくれてないぜ。馬車を引くセストラルってちょっと怖いよな。ほとんどの人には見えないんだろうけどな。君には見えるの？あいにくね。君だってその目でたくさん見てるんだろ。ドラゴンに襲われたんだから。
これから平穏にやれるといいな。ムーンさん、ホグワーツの管理人だ。ちょっと様子が変だな。ムーンさん、新しい5年生には会いました？よろしく。戻った方がいいぞ、ミスターサロー。振り返って走れ。大丈夫ですか？あれが俺をじっと見てたんだ、目を皿のようにして。一体何がです？デミガイズ、ケムクジャラで醜くて恐ろしい。俺は安全な城の中にいる。お前らの幸運を祈ってるよ。デミガイズ？カボチャジュースに何を入れてるのか知らないけど、明らかに飲みすぎだろ。あんなになったムーンさんを見たのは初めてだ。ムーンさんは変わった人さ。妹のアンは好きみたいだけど、管理人としてはちょっと足りないかもな。それじゃあ妹さんもスリザリンなの？ああ、以前はな。今は体調が良くないけど、すぐ良くなって復学するさ。実際ここには何とも言えない魅力がある。店なのか住人なのかわからないけど、ホグズミードには特別な何かがある。火に群がるガのように引き寄せられるんだ。どうする？ウィーズリー先生の話だと必要なものがあるんだろ？杖やらなんやらさ。うん、花発火の種に呪文クラフト、あと魔法薬のレシピ。よし、新しい杖が楽しみだな。用事も少ないし、村を見て回る時間はたっぷりある。店によって妹に何か買っていこうと思う。用が済んだら広場で落ち合おう。オグズミードをしっかり楽しんでくるといい。またか。はい、ただいま。ああ、君か。あ、ちょっと待ってくれ。ああ、こんにちは。実は新しい杖だろ。その時期だ。その時期って？君は途中入学の5年生だろ。失礼、聞くまでもなかったな。わしはエボルド・オリバンダー。無論オリバンダーの名は知っておろう。何しろ世界一の杖作りだからな。お目にかかれて光栄だよ。うん、さあ来なさい。ぴったりの杖を探そうじゃないか。違う、これも違う。これだ。強力な芯、26センチ半。これだな。ほら、試してみてくれ。こう振るんだ。ほい。おかしい。もう一度だ。本気で振ってみておくれ。おやおや。
あいつとは合わなかったか。大丈夫、ちゃんと見つける。これも違うな。きっとこれだな。35センチの1位の木にドラゴンの心臓の金線。次はこれを試そう。ひどいな。棚に戻した方が良さそうだな。これは思ったより時間がかかるかもしれんな。困ったの。あいつはどこだったかな。これだこれだ。こいつで間違いない。さあ、持って。ドラゴンの心臓の杖はすこぶる強力で、覚えも早いのだ。興味深いな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 。どうだろうかね。ということだ。新たな杖に新たな未来、魔法界の未来も明るい。さあ、感触はどうだ。いいですね。全然違う。うねりみたいなものを感じます。それが相性だ。君のつながりは特に強そうだったからな。正しい杖は持ち主から学び、持ち主は杖から学ぶのだ。早く試してみたいです。そうだろうな。ドラゴンの心臓の金線の杖は素晴らしい魔法の力を秘めておる。使えば使うほど杖との絆は強くなるのだ。驚くなかれ、この杖には君の考えを察する力がある。いざという時に重宝するだろう。オリバンダーさん、最高ですね。手助けしただけだよ。何かまたわしに手伝えることがあれば、いつでも来たまえ。おお、新顔か。大歓迎だ。どうも、ウィークスさんですか。いかにも、アルビー・ウィークスだ。スピン・トゥイッチーズへようこそ。出直してきてくれたんだったら申し訳ない。物流の混乱で店を閉めてたんでね。ロンドンの取引先に行ってたんだ。ようやく帰ってこられたよ。在庫を仕入れてね。ほうきを探してるんじゃないか。今ならユーウィーバーがある。エンバーダッシュにシルバーアロー、ウィンドウィスプもだ。どれを選んでも満足間違いなし。品質も性能も一流の品ばかりだよ。交易路が原因でお店を閉めることになったんですか。大変だったよ。犯罪者どもが物流ルートに手を出したらしくて、各地の村は大迷惑さ。ほうきがあればどこへでも行ける。でも仕入れた商品を抱えてとあっては話が変わってくるね。まあいい、仕事だ。気に入ったほうきがあれば声をかけてくれ。ほうきのこともっと教えてください。お安いごよ。ほうきのことなら何でも任せてくれよ。ウィンドウィスプはトネリコの持ち手に定評がある。ユーウィーバーはレアだ。怖がる人もいる。
一位の杖の暗い印象のせいだろうね。そしてエンバーダッシュ、見た目から入るにはぴったりさ。毎日ほうきと触れ合えるのは至福の喜びだ。この店をやってる理由の一つだね。ほうきの品揃えがすごいんですね。見せてもらいます。ありがとう。今日は何をお探しで？いい取引ができたよ。それは最高級品だよ。それは最高級品だよ。それは最高級品だよ。そのほうきならきっと満足するよ。約束する。来てくれてありがとう。またど小川先生の授業で使う練習用のほうきに比べたらどれだって性能は勝るけど、それぞれ弱点もある。見たところ君はほうきの強化に興味がありそうだ。そうだろ？それで？はあ、思った通りの子だ。低空でのパフォーマンスならどのほうきでも満足してもらえると思うよ。でも高度が上がるとスピードが安定しないと感じるかもしれない。きっとそれを直す方法があるはずだ。強化のアイデアが溜まっててね。どんなほうきのパフォーマンスも向上させてくれるアップグレードさ。ほうきの飛行テストを報告してくれる人を探してるんだ。アップグレードの完成に必要でね。そこでだ、イメルダ・レイエスっていうホグワーツ生が使われていないほうきのコースでほうき競争をしているんだ。賢いよね。飛行データを集めるには理想的だと思わない？もし君が彼女の最高記録を破ることができたら、ほうきの使用感を報告してほしいんだ。最初のアップグレードを完成させられるぞ。どうだい？報告は僕である必要があるんですか？イメルダに手伝ってもらおうとしたけど、あの子の飛行にちょっと癖があってね。頼むわけにはいかないんだ。変な癖がなくて飛ぶのが得意な人が必要なんだ。エヴァレットから君はほうきが得意だって聞いたよ。エヴァレットはいつもここで最新モデルを研究してる。同じ熱意を感じるよ。君が噂通りの才能の持ち主でイメルダの飛行記録を破れるなら、ぜひ僕のほうきを試してほしい。小川先生の生徒ですか？ああ、でも僕は飛び方よりもほうきの技術的な面にばかり興味があってね。先生にはスピントゥイッチーズが向いてると言われたよ。僕がキャノンズやパドルミアユナイテッドでブラッジャーを打つなんて想像できないしね。それに店を切り盛りするには若すぎるって反対する人を納得させるのは気持ちいいんだ。君のおかげでこれからも魔法使いのスポーツ用品にかけては一流の知識を持ってるって胸を張れるよ。ほうきが好きになったのはいつですか？初めてクイディッチの試合を見て以来だ。ああやって飛び回っているのを見ていて、今でも僕のアイデアに疑問を持ってる人はいるけどね。やっぱりやめたなんて言わないでくれよ。いいところまで来てるんだ。面白そうですね。やってみます。ありがとう。後悔はさせないよ。うまくいけば新しいアップグレードはほうきを全ての面で強化してくれるはずだ。値段も特別に負けとくよ。ほうき競争はなかなか面白いよ。クイディッチ競技場のイメルダ・レイエスと話してみて。イメルダの記録を破ったら必ず知らせてくれよ。いや、はじめまして。すみません、ウィズリー先生が注文された種を受け取りに来ました。ああ、新5年生の花ハッカだ。君のことだったんだね。こりゃびっくり。5年生からホグワーツに入るなんてものすごい衝撃を受けているだろうな。そうでもないです。壮大な冒険だと思うことにしてます。いいね。
物事をありのまま受け入れるのも大切だ。ああ、私はティモシー・ティーズデイル。ここマジックニープの店主だ。私はおしゃべりが好きだからここに店を構えてるんだ。うちにこもってたら何かあった時に関われないだろ。確かに。種だけじゃなく植物もたくさんあるぞ。すべて私が育ててる。得意なのは魔法薬の材料。ピピンも私から仕入れてるんだよ。ま、今は花発火の種を持ってこようかね。新鮮なものが欲しい。当たりか。見てみるといい。君の興味を引く素材を取り揃えているよ。必要なものは全部揃ったよ。分かった。妹さんに必要な品は見つかった？ああ、用事も済んだし、あとは自由だな。他にできることを考えてみようか。あんたたち大人のトロールと戦ったのかい？二人だけで？そうみたいです。実は頭がぼんやりしてて。なんだって？怪我はないの？はい、お役に立ててよかった。ずいぶんと控えめな言い方をするね。あんたそういう性格なのかい？闇払いの素質がありそうだ。あんたたちもし怪我してなかったらちょっと物を元の場所に戻すのを手伝ってちょうだい。ええ、もちろん。シンガー、シンガー巡査だよ。改めてありがとう。アクション。いや、ちょっと時間をもらえるか。僕が用を聞いてくる。イルさんが君を褒めちぎってた。どうも、初対面ですよね。自己紹介させていただこう。復職マエストロ、オーガスタス・ヒルだ。素晴らしい勇敢さでトロールと戦ってくれたことに感謝したい。ホグズミードをあるべき姿に戻してくれたこともね。お礼なんて。君はマーリン勲章を受けるべきだ。でも、僕はもっと役に立つものをあげられるよ。僕はグラドラグス魔法ファッションの店長だ。扱ってるものの中には防御力に優れた特殊な品もある。命を守れるな。
危険な敵との遭遇はこれで最後じゃないだろうから、うちのローブを一着進呈しよう。今日のお礼としてね。お気持ちは嬉しいですが、代金も支払わずに受け取るなんてことできませんよ。何言ってんだ、ぜひぜひ。さあこのサイズを試着してみるかね。大混乱になってなければ店主のシローナに会えるかもしれない。知り合っておくといいぞ。オグズミードに来たらガキは任せろと言ったな。俺は注意を引くだけでいいと。俺は約束を果たしたぞ。だが早速失敗したみたいだがな。あいつは何だ、何を隠している。奴を捕まえられなければお前は用なしだ。それだけ知っていればいい。行こう。見られたかな。大丈夫だと思う。どうしてゴブリンがルックウッドと。ランロクがルックウッドと通じてた。新聞に載ってたゴブリンだよ。見覚えあると思った。早く3本の箒に入ろう。ロードゴク、会えてよかった。何か分かったら知らせる。ありがとう、シローナ。元気で。さて、ご注文。おや、見たことのない顔だね。初めて来ました。ようこそ。これはおごり。襲撃の後の他の天使や住人の様子も見てみるよ。二人とも無事でよかった。こいつのおかげ。トロールを一人でやったんだ。本当にすごいね。いただきます。いいよ。待って、ホグズミードにトロール、聞いたことないな。おかしいね。普段相手にする獣と言ったらやれやれ。今出て行ったのはロドゴクか。随分客層が変わったようだな。心配ご無用。あんたたち二人が出て行けば客層はすぐに良くなるから。シオフィルス、やめた方がいい。やめておけ。大げさにやらなくていい。こいつに用があるだけだ。私の友人はバタービールを楽しんでるから。一言言わせろ。聞こえなかった？友人は忙しいって言った。みんな血を流し足りないようだな。来い、シオフィルス。三本の箒は変わったらしい。よそに金を落とそう。いつまで飲んでられるだろうな。目をつけられちゃったみたいだね。気をつけて。ルックウッドとハーローはトロールより厄介だから。トロール、ランロク、ルックウッド、何を隠してる。全部話すよ。でも後にした方がいいかも。そうなると城に戻った方が良さそうだ。シローナがいてくれて本当によかった。いい人だって言っただろ。そうみたいだね。ルクウッドやハーローに少しもひるんでなかった。
ビクトール・ルックウッドが君を狙う理由を話してもらいたいとこだけど、それはまた後でな。今は城に戻ろう。トロール襲撃の件をウィーズリー先生が知るのも時間の問題だ。門限を破ってまた罰を受けるのはごめんだぜ。プレイステーション。